バルテルミー・カトリーヌ・ジュベールは、フランス革命戦争期に活躍した、フランスの軍人、将軍。ポン・ドゥ・ボーで弁護士の息子として生まれたジュベールは、1784年に、砲兵隊へ入隊するために、学校から脱走を試みるが、失敗して連れ戻され、リオンとディジョンへ、法律の勉強のために強制的に留学させられた。1791年、 フランス革命戦争が勃発すると、彼はフランス革命軍に入隊し、同僚の選挙によって故障、続いて軍曹へ昇進した。1792年1月には主幹候補生となり、11月にイタリア戦役で初の実戦を経験した。1793年11月、ジュベールは単ド峠のボールよ敵の一個大隊の攻勢に対し、 たったの30人の部下を率いて、防戦を行い、一躍有名となった。この戦いで負傷して、捕虜となったジュベールは、オーストリア軍の総司令によって即座に解放された。1794年にも、精力的に抗戦を行い、1795年には、順庄に任命された。1796年のイタリア戦役では、 オージュロ郎配下の旅団の一つを指揮して活躍し、イタリア方面司令官であったナポレオンの目に留まった。1796年12月には一個師団の指揮官に任命され、重要な別動隊の指揮官にたびたび指名された。リボリの戦いではマントバへ対する敵の援軍の防衛戦の一角として活躍した。1799年のオーストリア侵攻戦においては、 ジロルでナポレオン軍の左翼別動隊を率いて進行し、シュタイヤーマルクでは山脈を利用し、再びナポレオンと合流して戦った。ジュベールは続いて、ネーデルラントやラインラント、イタリア半島で様々な部隊を率い、1799年1月まで最高指揮官を務めた。しかし、行政当局と対立し、辞職してフランスへ帰国し、6月に、 シャルルルユゲ公爵の娘と結婚した。しかしジュベールは直ちに再び戦場へ呼び戻され、7月中旬には、モロー将軍から部隊を引き継いだ。ジュベールは、モローと共に、敵の総司令官である、ロシア帝国元帥スボーロフにより決戦を強いられ、脳日の戦いにおいて開戦後すぐに戦死し、 フランス軍は敗北した。戦いの後、彼の遺体は、トゥーロンに運び込まれ、ラムールグトリデに埋葬された。ジュベールは、ナポレオン自身によって、将来の偉大な指揮官として抜擢された。総裁政府は、複物指揮を行って、彼に敬意を称した。ジュベールのブールカンブレスに建てられた、記念碑は、王政復古後、ルイ18世の命令により破壊されたが、 別の記念品がポンドゥボウに後に組み立てられた。ありがとうございます。